1989年、撮影2009年、撮影ナスターシャ・キンスキーは、急にシベルリン出身の女優である。本名は、ナスターシャ・ナクシンスキー。父親は、ドイツ人で俳優のクラウス・キンスキー。母親もドイツ人のブリギッテルート・ト母語以外に、英語、フランス語、イタリア語、ロシア語を話し、国際的に活躍している。渡辺翔子編。 美しき野獣のスターシャキンスキーでは、スラブ風の名前の由来について、ロシアの血を1、4もつクオーターのドイツ人であると紹介されている。両親の離婚に伴い、幼少期は母親と共に、ミュンヘン、ローマ、ベネズエラ、パリなどを転々とした。13歳の時に、ビムベンダースに見出されて、周り道で子役として映画デビュー。一時期モデルだったこともあった。 テスの撮影前にはニューヨークのリー・ストラスバーグの下で演技を学んだ。2015年トランシルバニア国際映画祭で世界的功労賞を受賞。80年代初期にデミ・ムーアとルームメイトとして同じ部屋に住んでいた。1984年俳優のヴィンセント・スパーノとの間に息子は両者が生まれるが同年結婚した映画制作者。 イブラヒム・ムッサとの愛の子として育てられる。ムッサとの間にはもう一人1986年に娘ソーニャが生まれているが、1992年に離婚している。1992年から1995年までミュージシャンのクインシー・ジョーンズと暮らし、1993年に娘・ケーニャが生まれている。恋大き女性として有名で、ロマン・ポランスキー、ミロシュ、 コアマン、マルチェロ・マストロヤンに、ルドルフ・ヌレーフ、ジェラールド・パルディュー、ロブローラとの交際歴がある。娘のソーニャ・キンスキーは、モデル、女優として、ケーニャ・キンスキー・ジョーンズは、モデルとして活躍中。ありがとうございます。